こんにちは、ドルメロチャンネルです。ここまでね、サンデー、シャダイ、G1 サンクラブの、解説動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。今回はね、サンクラブすべての募集馬たちの血統ファクター一覧表をご覧いただきながら、事前に内定馬やね、種牡馬単位で見た時の産駒の傾向なども簡単ではありますがお話しすることにしましょう。最初にですね、一覧表の見方と注意点についてお話しします。まずは優先祖先ですね。ハテナマーク、これは時代が古すぎるか、比較する2頭の、ね、予測種付け日が近すぎて判別できないことを表しています。またノーザンダンサーとサンデーサイレンスについてはその影響力からね、基本的に適性は芝ダート兼用としています。距離に関してもね、マイルから中距離くらいの間というくらいに考えています。次に基礎体力ですね。平均値はいつもの通り50です。そして母のマックス活性についてですが、マックスかどうかちょっと判別が難しい母がねいる時に使うこの空星50という表記なんですが、これはですね、数値が最大で星50まで、最低だとねマックスなしの25ということもあるよというね意味になりますんで、そこはねどうぞご注意ください。そしてインブリードですね。アウトブリードは丸印です。クロスが一つの時はその馬の名前を一頭表記、2つ以上のクロスがある時は〇〇などと表記しています。以上なんですがね、まあいずれにしろまあ数字とか、場名ね、そういうものに必ず誤りや見解の相違がありますんで、ご自分でよく最終確認しながらお使いください。まずはサンデーさんのね、関東馬前半ですね。注目のディープサンクでは2番のエクセレンスの19ね、これが次点ですね。サー・アイバーというね珍しいクロス持ちですが、ディープサンクではたまに見かけるクロスですね。基礎体力もバッチリ、まあこれは馬体次第でどうぞって感じかな。4番のシユーマの19、これはなんと父ディープのですね、ゼロ活性産駒ですね。種付けが6月の4日なのでね、牝馬なんで競争よりね、繁殖後の方がね、注目かな。それから9番のブエナビスタの19ですね。これも次点ですね。以前動画でお話しした今年の2歳産駒ね、父がモーリスで、配合もねちょっと面白い馬なんですが、この19年はね母にのカナロア産駒だから、素直にスピードが出ればという前提で選びました。兄と違ってねクロスはありますけどもね。それから13番のスーベニアギフトの19、これはお母さんがゼロ活性疑惑かもしれないですね。その下の14番のピュアチャプレットの19、これも次点ですね。これは優先がサンデー系なんですね。サイクルもいいし、アウトブリードもいい。唯一基礎体力が不安なのと、ルーラーシップのオープン馬ってね、いずれなんか気性がおかしくなる感じでね、どうも私はちょっと手が出ないですね。それから20番の、トゥリフォーの19、これも次点馬ですね。これは母にだけど、アウトブリードでね、あとは初子なんでね、馬体のサイズだけ要確認ですね。多分小さいんでしょうね。そういえばドラメンではまだしもね、モーリスは本当にね今年はほとんど押せる馬がいなかった、というか
今年1年はね、皆さんも別の馬で様子を見たらどうかなっていう感じですね。そしてサンデー関東馬の後半、28番のフレンチバレリーナの19、これも時点ですね。これは芝の中距離かな、クロス持ちですしね、突き抜けたとこないですけど、丈夫で堅実でね、クラブライフ向きっていう感じですかね。それから前回の動画でもお話ししたイスラボニータ3区ですね、35番アイボリーカラーの19、これが時点ですね。マックス活性はちょっと怪しいんだけど、この馬の強みはですね、母と祖母、これがですね2頭とも空対後の3区だという点です。これはね、いかにもクラブ向きの馬でしょう。それからインダクティの19、39番ですかね、これも時点ですが、例のねスペシャルウィークがゼロ活性だと思う方ならね、ぜひどうぞ、いい馬ですよ。それから43番、ミスエーニョの19、これはもうね、ミスエーニョもうコリゴリっていう方もいるでしょうけど、この馬がダメならね、私も諦めますっていう感じですね。基礎体力ないんだけど、空対後の産駒に加えて、この年ね、金亀は活性が低くて、ミスプロのクロスが無効扱いなんですよね。だからもう最後のミス A の狙いっていう感じかな。続いて関西馬の前半ですね。でもね、ディープでは特に押したい馬はいないんですよね。サイクルもあんまり良くないです。カナラオもはっきり言ってね、他は不作だと思いますね。かといってミニマム機のハーツもなーとか言ってると、前半はね押す馬いないんですよね。でもこうして数値見ると、少しねその気持ちも分かりますよね。不作だと思うんだよね、関西はね。でやっと62番まで来て、アイルビーバウンドの19、これが時点ですね。これは芝の中距離以上の配合で、まあノーザンダーサークロスはねご愛嬌としても、空対後の3区でかつ基礎体力しっかり、まあ初子だったね兄のパフォーマンプロミスに本当によく似たタイプですね。それから66番のアメジストリングの19、これはですね、ギリギリ、本当にギリギリ、父エピファネイアのねマックス活性3区です。けどあんまりにもねギリギリすぎるんで、事故らないようにあえて時点ですね。また中にはスペシャルウィークの一件も含まれていますし、エピファネイアねそのものが走るってことに夢を感じる方ならね、菊花賞候補としていかがでしょうか。関西馬の後半ですね。ここでねやっとモーリスをね一頭押してましたね。73番、エルゴレアの19、でも前提条件としては、まあ、本当にマックス活性持ちで丈夫でサンデーのクロスが悪さをしなければっていう感じですね。スピードはね相当ありそうなんですけどね。で同じスピードタイプなら77番のねサンタフェチーフの19、まあ、この方が夢がありそうですね。金車差の奇跡もね2回目のマックス活性に向けて虎視眈々っていう感じでしょ。ただこの子は初子だからね、サイズ感だけはよく見ておいてください。83番のスマイルシャワーの19、これが時点ですね。期待してたんだけどな、どれ本もちょっと大したことなかったですね。この子は母にでね、ヌレイフのスピードを生かせそうな配合です。そして最後に、金亀の時点馬、88番ローザブランカの19、これは黒船の系統が強いんでね、まあダートかもしれませんけど、空対後3区でアウトブリードだから走り出せばね長く堅実に稼ぎそうです。まあもろにクラブ向きですね。サンデーさんについては以上です。
続いては、社内さんの関東馬前半ですね。ディープサンクの中ではやっぱり、5番のね、シアードラマの19でしょうね。これはね、手塩派ならまあ誰もが気がつく推奨馬で、私が動画で押すまでもないですね。時点ってことですから、まあ、サイクルも一応良好です。ノーザンダーサークロスはあるけどね、ディープ牝馬ではまず狙うべき馬かな。あとのフィオドラ、それからカラライナね、両ディープサンクはちょっとサイクルが悪いですね。でそこからどうでしょうね。下にはね、あんまり基礎体力にまず見るべき馬がいないでしょう。でパッと見ね、いい馬かなと思うと、今度はサイクルが気に入らない。例えばここアーリーアメリカの19とかもね、良さそうなんだけどサイクルだけが気に入らないんですよね。でこれがシャダイさんの関東馬後半ですね。ここにモーリスのねアウトブリード馬がいますね。気になる方は25番のクイーンリーグレイスの19ね、これをチェックされるといいでしょうね。でその下、29番ロリポップガールの19、この馬は基礎体力に目をつむれるならおすすめですね。もし早期デビューなら3歳春までが勝負になるし、できればね5番になるまで無理しなくて5歳頃からね丈夫になってグッと出てきてほしいんだけど、まあそううまくはねいかないんだよね。でその下31番のブルックデイルの19、これは数字や優先先はすごくまあいいんだけど、あとはね初子ですからね、サイズ感だけですね。初子はいいっていうのがまあ手塩理論なんですけど、私はそれ以上の何かがないとね、体が小さいだけで不利になるからあまり積極的ではありません。社内さんの関西馬前半ですね。ディープ3区見ていくと、42番のねコンテスティットの19、これは、父のゼロ活性3区です。それから44番カウアイレーンの19ね、これは牝馬のクロスがあってね、純粋なアウトブリードではないですけど、他の数値はね面白いですね。それから久しぶりにマルセリーナの19ね、これもサイクルはいいですよ。ちょっと高いからね辞典にしましたけどね。それからカナロアですね、やっぱり元気ないですよね。サプレザとねダイワスカーレット、これは期待馬なんでしょうけど、サイクルはねあんまり良くないですね。で下に行って57番のダンスアミーガの19、これはですね最後までどうしようか迷った一頭ですね。限りなく一軍に近いけど、エルコンドルパサー優先でね、ハービンジャーの父って果たして開幕スタートダッシュできるかなという心配がね頭をよぎりますね。でもものすごく気になる馬です。ハービンジャーは本当に今年すごかったですね。60番モスコーバーニングの19はサイクルが良かった馬です。アウトブリード星持ち空対後3区なんだけどね、まあ、それ以上の何かっていうとちょっとねない感じですかね。きっと堅実派なんだと思います。それから社代さんの、関西馬後半、っていう感じでしょ。まずねクロスが圧倒的に多いんですよね。基礎体力も平凡だし、それから優先にね欧州圏がぐっと多くなってくるんですよね。ただし、空対後の3区これが多いのもね、特徴なんで、この辺をカバーしてくれる馬もね 2,3 頭はいるのかもしれません。ぜひね調べてみてください。唯一80番のサンダーカップの19ね、これは父か母がちょっと優先が決まらないんだけど、どっちにしろスピードがある系統なんでね、時点ならという感じです。おすすめのねイスラボニータ3区ですしね。社代さんは以上でした。そして今度はね、G1 さんの関東馬前半、1番のタイムトラベリングの19ね、これはディープのボバとしてはまあ配合上位でしょうね。
でもディープ父のね、父のディープサンクっていうのは本当に細身の子が多くてね、まあ、どうにもすんなりは押しづらいです。それから12番と13番、エピファネアサンクのね2頭もよく見えたんだけど、実はこの2頭ともがですね、父のゼロ活性サンクです。もう他のクラブでもそうなんですが、まあ、今年ダントツでね、父のゼロ活性に注意が必要なのがエピファネアですよね。父の遺伝要素が全くないっていう馬ね。それに続いて絆、それからねディープサンクにも一定程度注意かな。エピファネアは母父としてはね最高に種馬になるかもしれないですね。G1 さんの関東馬後半ですね。モーリスはね相変わらずクロスが激しいですね。でやっぱりその下、22番アラッツァの19ね、これがイスラボニータ3区で押したくなるんですよね。マックス活性は外れちゃうかもしれないけど、初号でね、サイズ感だけ確認できたら間違いなく芝適性あるんでね、おすすめです。G1 さんの関西馬前半ですね。ここにね G1 さんのいい馬かなり集まってるんですよね。次点のディープサンク、30番パーソナルダイアリーの19、これは、父ディープのねゼロ活性サンクです。だからもちろんアウトブリードでね、星持ちですし、これはね競争でも期待したいけど繁殖でもね相当期待できます。車台さん のシアードラマサンクね、あれと互角の評価で、私はねディープ牝馬としてならね思い切ってこちらを持ってみたいですね。その下35番の SUFC の19、これはまあ優先が芝のマイル適正ならね、重たさもないだろうという理由で、それから36番の3体ビータの19、これはまあミスプロのクロスだけで済むならね、父ドラメンディのね馬を押してみたいという理由で選んでいます。そして41番リープオブフェイスの19ね、これはまたまた出ました、父エピファネアのゼロ活性サンクです。最後に G1 さんの関西馬後半、唯一47番かなサザンフェアリーの19、これが次点なんですが、この馬もね相当迷いました。1軍半ですね。また次回のアメリカンダミー会でやりますが、このねニアークティックという馬がまあ相当くせ者でして、アメリカで走ってたくせに馬体は欧州系だったというね噂のある馬で、おっとっとっと、この辺はねまたの機会にしましょう。でそれがオルフェーブルと出会って本当に日本向けのスピードにつながるか、それが心配でね強くは押せませんでした。いい馬にはね違いないですよ。一つ勝ったらそこからがね本領発揮でしょうね。というわけで、サンクラブの全募集馬一覧表動画いかがだったでしょうか。そろそろね、皆さん決断の時が迫っていますね。どなたにも素晴らしい相場との出会いがあることを祈りつつ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。